みなさんこんにちは。東海学生サッカーリーグ2部第8節赤江学院戦のハイライトをお送りいたします。実況は私2年の秋野颯太がお送りします。よろしくお願いします。今節の相手は名古屋学院大学、高い攻撃力を武器に現在2位以下に大きく離して1位につけています。静岡大学とは1部リーグでも互角の戦いを繰り広げていました。よし。さて前節のハイライトです。前節は名古屋商科大学相手にクリーンシート、そして5得点を挙げ大勝した静岡大学。この勢いのまま今節は連勝を狙っていきたいです。そしてこちら前節の5得点目、増井のスーパーゴラッソです。素晴らしい、ナイス。続いて現在の順位表です。今節は上位対決、勝ち点3を取り少しでも差を縮めておきたいところです。それではスターティングラインナップを見ていきましょう。フォワードには注目選手の三上が入っています。183センチの身長を生かしたポストプレーと決定力が持ち味です。見た目に反した柔らかいタッチを持ち合わせた静大のハイタワーに期待です。サブのメンバーは以下の通りです。それでは前半キックオフです。まず静岡大学ボールから前半20分の場面です。こちら中に入れて、さあシュート打ち切れるか。混戦、クロス入ってきた。おっと、これはキーパーキャッチ。相手が高いですね、ラスキー。さあ違う角度から見ていきましょう。これ静大のファーストチャンスですかね。中にいいボール送って、もう一度外に叩いて、これ高いボール、ハイボール、これはキーパーに処理されてしまいます。続いて前半41分、チャンスシーンです。こちらも静岡大学ボールを持って右サイ、左サイドがキーサイでいく。中にボールを繰り込みます。もう一度左サイドからクロスボール、ここは大きくなってしまいが、ここで取り返してシュートまでいけるか。打ち切、おっと、これはポストに阻まれてしまう、包みのないシュートでした。続いて前半44分、ここは名古屋学院大学大きく蹴り込んでいきます。左サイドバック細身の対応、おっと、ここがまた抜かれてしまう。ゴール前ピンチだ。ここはゴールネット許されてしまいますが、オフサイドの判定、なんとか助かります静岡大学。これ切り替えていきたいですね。さあここは名古屋学院大学のシュートで前半終了ということで、0対0で迎えたハーフタイム、得点を奪い勝利をつかみたいところです。それでは後半を見ていきましょう。後半は名古屋学院大学ボールからのキックオフです。ここは大きく蹴り上げていきます。ナイス対応です。左サイドバック細身。それでは後半27分の場面です。名古屋学院大学下からビルドアップしていきます。大きく蹴り上げて、これはディフェンスしっかりと対応したいところ。おっと、ここ相手拾われてしまったセカンドボール、相手のサイドチェンジ、これかなり嫌ですね。これさあいいボール入ってくるか、クロスボールと、ここは危ない、ナイス、なんとかしのげました。続いて後半28分、チャンスのシーンです。静岡大学ボールを運んでいきますが、このシュートはキーパーに阻まれてしまう、惜しいシーンですね。続いて後半31分のシーンです。名古屋学院大学のフリーキック、ここは書き出したいところと決められてしまう、痛いタイミングでの嫌な失点ですね。ここは切り替えてすぐに取り返したいところであります。後半37分です。静岡大学ここは混戦、ボールをかき出して、つづかいいクロスボールが入った、打ち切りたい、ここは外に出てしまいます、惜しい。ビスの角度から見ていきましょう。これいいクロスボールがここから入ってくるんですが、ここは合わせられないと。名古屋学院大学のスローインからリスタートの場面です。ここはおっと、ここで試合終了のホイッスルです。結果としては0対1の敗戦となってしまいました。戦術がはまり主導権を握る時間も多くあった今節、決定力に欠け惜しくも敗戦となりました。次節は前期最終節、何としても勝利をつかみ取ります。それでは次回のハイライトでお会いしましょう。さよなら。